超高齢化社会を迎える日本、成長産業と謳われる介護事業は一方で人手不足などあらゆる課題を抱えています。制度の見直しや改正が行われる中、次世代の介護の在り方に新たな価値を見出す企業の取り組みに迫ります。広島県広島市安佐南区大町、住宅街の中に本社を構えるのが日本基準寝具株式会社。実は中国地方最大級の規模を誇るビジネスを手掛けているのです。それがこちら、大量に運び込まれるシーツなどの寝具用品。そのビジネスとは、ホテルなどの施設に貸し出した寝具類を回収クリーニングするビジネス。創業から56年、今や年間90億円を売り上げています。広島、岡山、山口の施設でサービスを提供していますが、中でも主な取引先が病院施設です。ベッドシーツやベッドカバー、布団カバーなどのほかに、パジャマやタオル、新生児用医療など入院時に必要になるさまざまな医療品を手掛けています。施設にも利用者にも購入や準備の手間を省くことができる手軽さから、現在その取引施設数はおよそ600箇所、病院関係施設としては中国地方最大級なんです。昔はですね、病院に入院ということになりますと、皆さんも寝巻きからすべて布団も含めてリアカーとかバタンコでね、当時運んで入院すると、もう個人的にも随分経費的にも負担だし、もうその準備も大変だと。そういった中で国の方から保険の点数で降りるよという話になって、この仕事はすごいビジネスになりそうだなということで始めたわけです。取引先が病院施設ともなると求められるのが高い衛生レベル。そのために ISO9001 の認証を取得し、徹底した品質衛生管理を行っています。リネンサプライ事業を手掛けて20年が経った1980年代に入ると、国内では高齢化社会の到来が叫ばれ始めます。その頃、日本基準寝具ではリネンサプライ事業だけをこのまま推進していいのかと疑問を抱きます。そこで介護ビジネスに目を向けたのです。当時のことを専務の矢野さんはこう振り返ります。そのこれからは介護というものが始まるんだということではありましたけど、介護そのものがないんやって。昭和63年頃は病院から出たその患者さんはどこに行くのかってなった時に、施設か在宅かというこの両どっちかなんですよね。で、私のところはまあ在宅というところで、レンタルサービス、福祉用具の供給を始めたというところですけど、その当時在宅サービスに関わる事業者ってほとんどいなかったんですよ。手探りなんですよ。前例がほとんどないっていうところにまあ参入をしていった。これから介護の時代になっていって、在宅サービスを受けるにしても、そこで暮らしている人たちは福祉用具ベッド、介護ベッドやら車椅子やら歩行器やらが必要になっていく。で、それは購入ではなくて、体の状態はどんどん変化していくんで、その変化に対応するのはレンタルがいいんじゃないか。もともとが寝具のリースというところから、リース、物をお貸しするという、これが本業ですから、やはりそれが軸になってるんですよね。本業のリースビジネスの延長として、1984年から福祉用具のレンタルサービスを開始。エコールのブランド名で740点を超える福祉用具を揃えました。リースした福祉用具の徹底したメンテナンス管理を行い、さらに177人の福祉用具専門相談員も配置。それが介護事業者の評判を得ることとなり、現在では
顧客も2万5000件に増えました。さらに並行して行っている訪問介護からも知識とスキルを身につけていきました。しかし介護の世界は制度の見直しなど変化を続けます。さらに参入する事業者も増え続ける中で自社の存在感をどう発揮していくのか、そこで出した答えが、やっぱり今までの経験を生かしながら頭の中によぎってくるのは、年齢を重ねていっても安心して暮らせる社会よねがいいよね。で、我々としてはですね、これから生活を支えるサービスというものを我々がやっていかなきゃいけないんじゃないのか、介護の一歩手前の、一歩も二歩も手前の仕事をさせていただく必要があるんじゃないのかっていうことを気づかされたっていうことですね。2016年から始めた生活支援事業エンタリビングサポート、理念サプライ事業でつながりを持った病院関係から学んだ知識、そして介護ビジネスで培った経験を生かし、高齢者の暮らしをサポートするビジネスへと広げていったのです。あの掃除機を使うのがやるかと思ったら囲んだりね、お家にやってもらえる気は何も言うことはないですじゃあ満足、ええ、さらにデイサービス施設の運営も手掛けています。特に力を入れているのが機能訓練、利用者の生活動作が少しでも回復すればとの思いから始めました。健康を支える、その考えは社内にも広がっています。従業員の健康もデータ管理し、働き方への配慮も行っています。こうした取り組みが認められ、2018年に健康経営格付けを取得、さらに次世代の人材育成として若い力を積極的に現場へ投入しています。社員の数がすごく多いので、あの困った時に絶対にこう一人でこう抱え込まないようなフォローアップ体制が先輩とか同僚の方たちがすごくしてくださってるので、こう働きがいをとても感じる環境にいるなというところは思います。令和の時代に突入し、東広島市に新たな工場を新設、災害に強い工場をコンセプトに 80% の排水を再生できる水処理施設を設置、雨水の利用も積極的に行い、環境にも優しい工場運営を実現しました。寝具などの理念サプライ事業、そして介護事業へと時代の変化に対応しながら自社の強みを組み合わせてきた日本基準寝具株式会社、生きるを支える取り組みはまだまだ続きます。これはあの健康な状態で極力自分で動ける状態のお手伝い、これができるようなことを一生懸命考えて、あるいは器具も揃えてできればなという思いですね。